各は長藩での戦いに心残りがあった。天意のことである。天意は長藩の集落が戦いに巻き込まれたことに憤り、討伐軍織田軍双方を敵と誤解した。そのため彼を仲間に加えることはできなかった。集落が襲撃を受けた事実がある以上、天意の誤解を解くことは難しい。ならば誤解そのものが生じないように過去を変えるしかない。折しも武田信玄と上杉謙信から長藩に向かう直前の天意を見かけたとの情報が入る。そこで天意がいち早く長藩に迎えるよう手伝えれば、誤解が生じる状況は避けられる。郭は早速武田信玄と上杉謙信の過去に飛んだ。こりゃまた随分のどかな場所だね。天意殿はこんなところに何の用だったのか。まあそれは信玄殿と謙信殿にも言えることですが。気にしちゃダメだよ。近い。とにかく今は天意を見つけて用事を手伝ってあげようかね。早く長藩に戻れるようにな。この辺りだったかね、天使。天意を見かけたのは。天意殿の要望は見間違いだね。とにかく探してみようか。助けに行こうか。こんなところで何してるの？
入っているんだね。時を超えてもその事実は裏だ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。小ずるいだけじゃねえってわけか。やるじゃねえか、カク。覚悟しやがれ。俺たちにしてやるぜ。お灸を据えておかんとね。二度と同じことをせんように。全ての賊と鎮滅。なんだやけに騒がしいな。
反省してます。もうしません。これでこの村は安心だろう。なんだその、世話になったな。おかげで手早く進んだ。じゃあわしは急ぐんでな。これなら天井殿も長藩に間に合うだろう。未来は変わったかな。わしの軍略今日も冴えまくってたの。これで天井殿は長藩に間に合うだろう。俺たちへの誤解も起きようがないってわけだ。で、気になることが、お二人は何をこそこそ隠しているんです？ありゃ、まだ気にしてたのかね。しょうがない、特別に教えちゃうよ。それは、下げ。この地の名手、買い出しに来とってね。たまたまその時に天意を見かけたんじゃよ。やれやれ、拍子抜けする理由ですな。